フリーランスになりたい方たくさん見てきたんですけども、自分がフリーランスを10年続けていく中で、IT のスキルって手段でしかないと思ってるんですね。どう理想とする人生の中で、どう IT スキルを使っていくかっていうところが僕は大事なんだと思う。中西大地と申します。フリーランスでコピーライターをしています。主な業務内容はキャッチコピーとかネーミングとかブランドコンセプトコピーも含めて新商品の広報周りを担当しています。大学2年生の頃から活動していまして、そのまま企業に就職することなくフリーランスを続けています。最近ではキャリア関係の講演などもさせていただいています。大学1年生終わった頃に漠然と将来の不安を抱えていく中で、パソコンでご飯食べてる人がいるんだっていうのは前情報としては知ってたんですけど、自分もパソコンをとりあえず買ってみたら新しいことできるかもっていうところから始まって、資格の本とかを読んでいく過程でウェブライターっていう仕事があるぞっていうのを気づいて、そこから SEO ライターの仕事から入ってバイト代わりになればいいなぐらいの感覚だったんですけど、それが今のキャリアになってる形ですね。普段岡山で活動しているんですけども、大学生の頃就職を考えた時に、地方だと、ね、働き方の選択肢が限られるというか、公務員になったら安泰だよね、銀行に入ったら安泰だよねみたいなところとかあったんですけど、固定観念の中で生きていくのってあぶれちゃう人にとっては生きづらかったり、そもそもその仕事したくないんだよっていう人もいる中で、フリーランスとして生きていけるんだよっていうのは、新しい道筋を示すことができれば生きやすくなる方が増えるんじゃないかなっていう視点がまず一つあって、でもう一つは、私が中学校の頃から母子家庭なんですけども、寂しい思いも過去にはしたことがあってたので、自分が子育てをする段階においては家族のために柔軟に時間を使えるようなスタイルっていうのを維持したいというのがあったので、そういった観点からも、フリーランスを選んだという形になります。最初 4,5 年ぐらいはウェブライターとか SEO ライターっていうような肩書きだったんですけども、昨今だと AI の台頭なんか書かれると思うんですけど、この記事自分が書かなくてもよくないみたいなシチュエーションが結構あって、マーケの仕事の領域に足を突っ込んでるのを気づいて、マーケターだったりコピーライターっていう方にもブランディングとして方針を変えていったっていう形です。新卒でフリーランスを続けるところに関して言うと、母からの反対は当時なくって、ご飯食べれて人様に迷惑をかけなかったら何でもいいよっていうようなスタイルでした。大学からは厳しいよっていうような声はまあちらほらいただきましたけども、それを言われる段階でもうすでに自分の心が決まっていたので、心配していただきありがとうございますっていう言葉だけいただいて、その道をそのまま突き進んだという形ですね。周囲にも自分が書いた記事とか見せられるものは結構見せていたので、母はなんとか仕事になってるんだなっていうのが納得してもらえたのかなと思ったりもします。気持ちでずっと仕事をしていた時期があって、案件獲得つながらなかったりだとか、あちらのいいねで仕事するしかなかったような時期っていうのがありましたね。このままでは生きていけないなっていう危機感みたいなものはずっとありました。データとか根拠があれば上に説明しやすいですみたいな話をいただいた時に、この方がプロジェクトのリーダーであってもお金を結局出すのその上司の方なので、この方がちゃんと立ち回りうまくできるようにしなくちゃいけないっていうのは、本当にもう声をかけていただいて気づいた部分もありますし、本で後から読んだ時になんとなくやってたことって体系化されていて、これをちゃんと説明できるようになればクライアントさんにとっても納得感の得られる提案になるんだなというのは学びながら言われながら気づいたというのがお恥ずかしながら正直なところですね。新商品をリリースする際の名前とキャッチコピー、ブランディング周りを主にサポートさせていただいてます。いただいた依頼に対して、じゃあこんなキャッチコピーどうですかっていう形でそのまま投げることもありますし、ビジョンのところから戦略を練っていくみたいなところまで一緒にさせていただくこともあります。コピーライターとしての業務以外にも、オンラインのコミュニティの運営であったりとか、高校大学などに行ってキャリア関係の授業もさせていただいています。私が関わっているところって世に出ていない商品であったりすると思うんですけど、その商品を生み出した方々のプラスの気持ちがあるわけで、適度にブレーキをかけつつ消費者の方も含めて受け入れられるような形で整えていく結果として多くの方に届いた時は嬉しいですし、やっぱりフリーランスはどうしても孤独感っていうのがあると思うんですけど、僕の場合いろんな方と仕事を組んでやっていくと、一緒により良い制作物のために技術も注ぎながら頑張れてるなっていうことがありますね。
現代社会っていうものが IT の力で回っているところがあるので、そういった仕事に就かなかったとしても生きるところかなというふうに思いますね。サイト制作においてサイトの設計の部分であったり色使いであるとか、僕はコピーライターというところで当然門外観であるんですけど、こうすればサイトが動くみたいなところは勉強はしていますし、僕もオンラインでコミュニティとか入っていて、いろんな異業種の方と話す機会っていうのをまあ定期的に持っていて、広く浅くではあるんですけども、それぞれの業界の肌感みたいなものを生の声をいただきながら勉強しているっていうところは日々心がけているところですね。ゆくゆくは2拠点生活してみたいなと思っています。一度の仕事は拠点としての岡山で、しっかりと準備期間を経て取り組まなきゃいけないような仕事はアトリエみたいなところで考えを深めながら仕事をしたいというのは思っています。理想とする未来像を明確にしておくこと、単にインフラエンジニアになるじゃなくて、何が得意なインフラエンジニアになるとか、月いくら稼ぐインフラエンジニアになるとか、具体的なところまで言語化しておく方がネクストアクションが取りやすくなるので、それひたすらブラッシュアップしながら生活していくというのが大事かなというふうに思いますね。自分がフリーランスを10年続けていく中で、フリーランスになりたい、副業を頑張りたいっていう方ってたくさん見てきたんですけども、食べた見方をすると IT のスキルって手段でしかないと思ってるんですね。どう理想とする人生の中でどう IT スキルを使っていくかっていうところが僕は大事なんだと思っていて、目標が漠然としていると不安も漠然としたものになる。目標が明確になってくると明確な不安になるんですよ。それを解決するための手段ってなんだろうっていうところまで考えを巡らせられるようになれるので、自分の分かりやすい言葉に下ろしてくるっていうのは大事な心掛けかなというふうに思います。何か新しいことを始めることについていろいろな壁ってあると思うんですけど、僕は年齢の壁っていうものはないと思っています。僕は今ちょうど30歳なんですけども、フリーランスのコミュニティとかで顔を出していると30代後半から40代の方って結構多くて、話していると年を重ねるって悪くないなと思ってますし、年齢を重ねた分だけ見えている景色も広くもあり深くもあると思うので、苦に働くことはないかなと僕は思っています。どのような年齢の方であっても挑戦するっていうことはすごいことだと思います。常に自分の力を信じて前に進んでほしいなと思います。